まあ、進撃の巨人がなんかこう、まあ、現場はもう結構前からずっとやってますけど、まあ、オンエアが近づいてくるとやっぱりその簡単な作品じゃないんで、みんながこう、なんていうかな、大変な思いをたくさんしなくちゃいけない作品ですから、ついにまた来るなって思って、そのなんかでも頑張るぞっていう、そういう気持ちです。でもキャラクターですね。今までその僕らが付き合ってきたキャラクターが、なんていうかな、それまでのストーリーを継承しながら新しい出来事に出会っていく。で、その時にそのなんか気持ちを取り違えないようにとか、キャラクターがその今までの出来事を継承しながら新しい出来事に直面していく。で、それをこうなんか俯瞰で見る仕事ではありますけど、彼ら自身に一人一人ちゃんと潜り込んで、なんていうか、正しいこう、なんていうのかな、芝居をさせてあげられてるかなとか、気持ちが拾えてるかなとか、そういうことを一番思いますね。やっぱ、長く続いてるだけに、そう思いますね。やっぱ今のところそのたくさんあるんですけど、そのなんか新しい「進撃の巨人」のそのなんかこうが生まれているっていうふうに自分も思って、そんで例えばなんかドラマ的にさらに深度を増した「進撃の巨人」、ついにそこに踏み込みますかっていう、そういうその、ストーリー的側面が大きいんですけど、いざ作業してるとケニーっていうこうキャラクターの異物感というか化け物ぶりに自分らは結構酔いしれちゃって、めちゃめちゃ魅力的なんですよね。なんかこう一言喋るだけでもこうなんかうっとりしちゃうぐらいなんですけど、ケニーってキャラクターは本当びっくりしますね。いや、でもやっぱり山地さん、キャストの山地さんの芝居だと思うのですが、まずはその諫山さんが作ったキャラクターをさらにこうジャンプさせた芝居の説得力があって、なんかどの世界から来たんだこの人はって思う、こう迫力があるんですよね。圧倒されます、本当に。とってもいいです。いきなりだと分かんない言葉や設定は多分あるだろうと思うんですけど、そこもそれ自体がまずは面白いだろうなと思うんですよね。そのなんか、これって何か事情があるんだなとか、この人たちには背景があるんだなって思うはずで、そしたら前のやつを見てもらうと何倍も面白いし、とにかく僕はなんか単純に原作はよくできてるっていうのをいつも「進撃の巨人」の作業の時には思ってて、よく考えられてて、その僕らがそのなんていうかな、分かんないでやってた一期シリーズの時も含めて、そのなんか後でちゃんとつながるように、こうなんていうかな、原作がしっかりそこをコントロールしてくれていたし、なんつうかこんなことが人間にできるものなのかって、こう俺は諫山さんに対してよく思うんですけど、ほとほと感心してしまうというか、だからなんかそのよくできたその諫山さんが作ったストーリー、それをそのなんか、なんていうか踏み違えずにちゃんと、でなんか願わくばアピール度を高めて、お客さんにお届けする、それが自分たちの使命役割だと思ってて、で今回も頑張らせてもらってます。うまくいってると思うんですけども、ケニーのことは、まあ、今その大インパクトなキャラクターであることはお話ししましたけども、あとはその、すでにいるレギュラーキャラクターの中ではやっぱりクリスタかな。クリスタって呼んだりヒストリアって呼んだり、今みんなの中で呼び方がこう混在している、時期ですけど、やっぱ彼女のその成長なり解決というのかな、それがやっぱシーズン3においてはまずはとても大きい見どころだと思います。自分たちで書いてても、この子の話がやっぱりまずはそのシーズン3前半というか、
今やってるところではメインだなと思ってて、うん、面白いなと思います。お父さんも面白いです。ロッドレースですね、うん、なんていうかなんだろう、あのキャラクターのまたこれも異形な感じというか、うん、きっと真面目なんだろうなみたいな、こう真面目さとそのほつれ、うん、狂気みたいな、うん、面白いです。伊佐山さんが作り出すキャラクターのこうなんかなんだろうな、うん、悪いやつだけどなんだか憎めないとか、うん、すごくいいですね、うん、そのクリスタとお父さんの話は自分も大好きで、うん、力が入りますね、まあ、踏み込み、うん、踏み込みましたね、うん、これまでこうこの世界の中の話だったのが、それがついにそこをこう踏み越えて、え、ここの領域の話についに行くんですか、行っちゃいますかというスリリングなところがシーズン3からはあると思います。ある種のそのなんていうかな、エンターテインメントフィルムとしてのアニメーションとしてはこうなんていうかな、そこに踏み込むっていうのはある種のこうリスクさえある行いなわけですよね。でそこに踏み込んでいって、なんていうか、どこにたどり着くつもりなのかということを、これはアニメを作っている我々もその原作の伊佐山さんに対してそこはハラハラしながら見つめるところでもあるし、で そしてそのお客さんたちもそのなんかさあどうするのかっていうふうにやっぱり思うと思いますし、でもそのハラハラしながら見ること自体がなんていうかな、やっぱこの作品にしかないエンターテインメントだと思います、うん、まずすごい面白いですよ、うん、それはもう本当自分たちで作ってて面白いなって本当に思いながら作ってるんで、なんていうかな、安心してチャンネルを合わせて、ガチャガチャっとチャンネルを合わせていただきたいと思ってますね、うん、真面目でシリアスな、うん、アニメであるというはずなんですが、うん、なんか多分 見れば見ていただければわかるんですけど、なんだかこうそれをこう踏み越えてぶち壊す何かの勢いみたいなものがやっぱこの作品にはあって、こればっかりは現場の勢いと言いたい感じなんですけど、アニメーターさん、キャストさん、ね、その絵コンテマン演出さんとかが都度なんていうかな、何かこうやってやれ感でこう暴れてくる感じ、それがなんていうのかな、多少そのこのこちらのそのコントロールをこうなんか壊してこうお客さんにこうアピールしてくる瞬間がなんか結構見えるはずで、でそれ自体がなんかこうすごい何だか何かのこうエンタメ力をこうブンブンに放ってて、それはなんかこう面白いなって思ってて、うん、なんかいい仕事させてもらってるなって思ってますね僕は、うん、みんなのこうパワーがなんだかこうめちゃめちゃに放出されてる感じを必ず皆さんは感じると思うんですよ。なんだこいつらはと思うはずなんです。でそれは僕も思ってましたって僕が一番思ってました、なんだこいつらはと。ぜひお楽しみにしていただきたいですね。巨人だけじゃなく、人と戦うことになる。この小さな世界は変わろうとしている。希望か、絶望か。ケニー！